染者と感染環境生物、非生物の区別なく感染されている。アイテム番号 SCP-610。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-610 は広大な、感染、区域のため封じ込めは不可能です。エリアごと隔離することだけが有効だと確認されており、ロシア政府の協力によって軍事作戦を装い周辺区域を封鎖しています。この境界線付近で SCP-610 と一致する性質を持つ有機体を発見した場合、必ず定められた手順に従って処理を行ってください。距離を取りながら消火器を使用して静止させ、次に可能な限り遠くから火炎放射器と弾丸にて焼却処理を行うことが必要です。SCP-610 に感染した有機体に接触したあらゆる生物は、処理するべきものとしてみなし、直ちに火炎放射器などで収容し火葬します。SCP-610 に感染された生物から3メートル以内に近づいたあらゆる人は、チームの他の人員に接触させずに直ちにその場を離れさせ、遠隔機器によって感染されているかどうかを診断し、診断結果に従って適切に処理してください。現在知られているところでは、SCP-610 の感染は物理的接触を中心に拡大していると推測されます。無人機によって重度感染区域から有機体にさらされた微粒子を含む空気のサンプルを採取することは、SCP-610 の拡散という結果を招きます。この詳細な実験の結果により、肺組織や肝臓組織を直接する場合を除いて、はっきりとした症例が現れるまで数日を要することが判明しました。有機体の急速な成長率のために、施設を侵害されるリスクを2時間負ったとしても最初に露出してから24時間以内に実験環境を焼却することが必要だということを。これらの詳細な実験は明らかにしました。この死湯の急速な成長は人体の他に有機物がある環境でのみ発生すると考えられ、現在の状況で発生する可能性は微小です。これらの機械な特性は、データ削除済みの失敗と連動する感染源の可能性についての一連の懸念を上昇させました。この時点では無力化する方法として焦土作戦が残されています。また、空気や水による感染は状況が変わらない限り存在しません。説明 SCP-610 に関する最初の報告は、ロシア政府から直接非公式チャンネルよりもたらされました。これらの報告は主に該当地域における農夫たちの失踪で構成され、地方警察の失踪がそれに続きます。地元警察に関する記述はありません。最終的にロシア政府はエージェントを派遣しましたが、72時間以内に報告が返ってくることはありませんでした。財団による接触調査の際に、小規模な軍文献隊が該当地域に派遣され、速やかに撤退しました。SCP-610 の影響を受けた地域は南シベリアのバイカル湖付近に位置します。基地の感染区域は、地図はここに示しています。青色で引かれた線が封鎖区域の境界線であり、現時点において、感染区域はこれ以上詳細には分かっていません。封鎖区域を調査するときは、事前報告、探査中の連絡、機関報告が必須です。SCP-610 は初期症状においては皮膚病に酷似し、湿疹、かゆみ、過敏症などの症状が見られます。そして3時間以内に腕部、胸部などに重度の傷跡に酷似する組織が形成され、次の1時間のうちに傷跡は気薬部、肺部にまで及び、5時間以内に感染者を完全に食い尽くします。高温において傷跡の侵食は迅速に進み、最小で5分間で、感染が完了したことが記録されています。感染の完了次第、感染者は死んだように動かなくなりますが、およそ3分ほどの停止期間を過ぎると突然起き上がり、通常の人間より3倍ほど活動的になります。続いて、被害者についた傷跡が自発的に動き出し急速に成長していきます。感染がここまで及んだ時点で通常の人間としての生命活動は消滅していきます。この変異が発生するに至る経路はおおよそランダムのようです。この段階まで進んだ感染者には、腕部、気薬部などを3本以上持つ者、自身の頭部を機械に細長く引き伸ばす者などの記録があり、感染者から新たに肉枝が恥がて芽生えるようです。
この段階の感染の期間がどれほど続くかは不明で、すべての感染者が次の段階に進むわけではないようです。条件は不明ですが、感染が完了した感染者の中には、移動を止めてその場に根付く個体があります。この段階まで進んだ感染者は、周囲のすべてのものに侵食し肉枝を伸ばし広げていきます。前段階の感染者のように他の生き物に対して、感染させることはありません。これらと長時間接触した結果は、この文書の後半に記録を掲載します。この段階まで進んだ感染者は、うごめく感染者にとって心地よい空間を演出し、健やかな成長を助けます。スタッフによって直接に SCP-610 の感染者を観察することは不可能です。初期症状の感染者は、自然な情動として助けを求めて周りとしないながらも感染を拡大します。次の段階のうごめく傷跡となった感染者は、活動的かつ積極的に外部へと、感染を拡大しに行きます。視覚がある感染者は、非感染視野を見分けて襲うことが確認されています。もし感染者が視覚を失った場合、およそ30メートル以上離れれば安全であると考えられています。SCP-610 に感染した集落の観察は、遠隔操作機器などによる方法が確立されています。この観察によるデータと積極的な感染拡大の性質の相乗効果によって、SCP-610 ハケテルとして分類されました。しかし、感染区域における出入りが長い間皆無だったことによって、脅威はなくなっていると考えられます。感染者の集落に複雑に入り組んだ地下洞窟が発見されたことが懸念されており、この分野における研究者を現在募集中です。探査記録、SCP-610-L1、サイト A へ失踪者探索のために小さな遠隔探査機を送り出した。SCP-610-L2、サイト C へ感染視野となったクラス D の職員をビデオ機器を持たせ送り出した。SCP-610-L3、サイト A に洞窟を発見。SCP-610-L4、サイト A の洞窟の無人探査。SCP-610-L5、サイト A の洞窟の有人探査。次の探査記録の閲覧にはクラス A 以上の権限が必要です。このファイルの不正な閲覧は固く禁止されており、財団との契約違反や国際法違反とみなされます。SCP-610-L6、オペレーション、ソースポイント、における探査記録。探査記録。SCP-610-L1。SCP-610 に対する封鎖線が引かれた後、ロシア政府は財団の該当区域への実地調査要求を承認しました。第一次探査には、安全な距離から、ハービー、として呼称される探査機をサイト、A に向けて送り込みました。ハービーは12時間分のバッテリーを搭載し、操作可能な範囲は今回の調査で必要なものよりはるかに広範囲です。ハービーは何事もなくサイト A への侵入に成功しました。サイト A 周辺、廃墟となった集落周辺には SCP-610 の感染初期段階とみられる人々がまちまちに倒れています。多くの住宅は火事によって焼け出されたままです。しかし、予想以上に多くの無傷の住宅が散見されます。サイト A 航空偵察隊の協力によって得られたサーモグラフィーによって、住民はおおよそ79人であると見積もられています。寝ついた感染者とうごめく感染者との比率は正確には判断できませんでした。SCP-610 による様々な肉体変異段階がサイト A に存在します。すべての住民は、感染が初期段階を過ぎていると想定されています。ハービーは2時間ほど集落の屋外を観測して回りました。この間の観察では、感染者たちが社会組織をぼんやりと認識して振る舞っているように見えました。ハービーが静止していたため個々の感染者が何をしていたかは正確には不明ですが、時折中央広場で感染者が突然の興奮と静粛が観察されました。さらなる情報を求め、家屋の中へ向かう感染者をハービーに尾行させました。ガタガタと揺れる映像が送信されています。ハービーが砂利道をかけ、俊敏に這い進む感染者を追います。
家屋内部の様相は、SCP-610 の基本ファイルに添付した写真と同一です。ハーディーが尾行した感染者はテーブルの席についていました。ハーディーは、関心を引かないように家屋に入り込みカメラをそっと上げました。この行動は気づかれなかったか無視されました。玄関口から観察しています。感染死やハケの中をよろよろと歩き回り、明らかに感染されている生物の前に来るたびに立ち止まりました。しかしながら、テーブルの下で動かないでいる一体、寝ついていません、のことは無視しました。テーブルの下の感染体がもともと何であったかは不明です。一番目の感染者、イコアルファと呼称します、はテーブルをひたひたと舐め回しました。3度ほど繰り返します。その後アルファは、寝たきりの感染者、イコベータと呼称します、の前で立ち止まり怒り狂ったように殴りつけました。理由はわかりませんがベータはベッドの上から逃げることができません。しかし完全に動けないわけではなく、アルファによって殴りつけられている間、腕を必死に振り回して抵抗していました。打撃は数分間続きました。突如、ベータから痛烈な悲鳴が響き渡ります。同時にベータの胸部の穴から大気中へと、不明な物質で構成されたもやが吹き出しました。ゆっくりと降りしきるもやの中、アルファは佇んでいます。ベータの脇のテーブルの上にいる未知の生命体が明らかに発作を起こしたようで痙攣し始めました。アルファは2回以上部屋を舐めて回り、それぞれの感染体たちの前で2回立ち止まりました。この時やはりテーブル下の感染体を無視し、今やベータのことも同じく無視しました。この後もアルファはテーブルにつき、ディナーの準備をするように手を伸ばし3枚の皿を並べました。皿を並べ終えて、アルファはひくひくと頭を触手のように伸ばし1つの皿の上でトグロを任せました。アルファは触手を引き裂き、皿の上に取り分けます。これをそれぞれの皿に繰り返しました。SCP-610 の基本ファイルに添付されている写真は、この時の写真です。すべての皿がアルファの肉によって満たされ、アルファはテーブルから離れました。ハーディーに近づいてきましたが、進行傾からハーディーが退くと、アルファはそのまま家屋の外へ出て行きました。ハーディーのカメラはまだテーブルに焦点を合わせています。数分後、6、7名の感染者のグループがこの家屋を訪れました。この時ハーディーは無視されました。めいめいの感染者たちは難解にうごめいていました。鋭く急激に大きなステップを踏み、ぬめるように小さくステップを踏みます。この感染者たちはテーブルの周りに集まり、アルファの肉をいつかみ手に取り、自ら体に開いた穴に押し入れました。ある者は穴を口に持ち、ある者は胸に開け、ある者は背中に、ある者は脇の下に穴があります。このグループが立ち去るとき、すべての皿は空になっていました。数分間ハーディーはここに留まりましたが、何も変化が起きそうにないのでカメラを引き立ち去りました。家屋から離れようとした瞬間、ハーディーが何かに衝突しました。使用外物にカメラを向けると、アルファが映りました。アルファは触手のように伸ばした頭部を、同じように変形した感染者の頭部と混ぜ合わせていました。この時に衝突は無視され、数分後に2体の感染者は分かれていきました。さらなる探索をハーディーに命じました。店舗であったように見える廃墟は、先ほどまで侵入調査していた家屋と同じように、深刻な火事の被害に遭ったようでした。ドアはほんのり半開きで、ハーディーが強く押すと、ドアは開きました。この行動は、誰にも気づかれませんでした。もしくは無視されています。店内にはいくつかの感染者がいました。多くは並び立てていますが、その足元を転がり回ってる感染者が一体います。他の感染者やからは無視されています。ハーディーはレジとカスタマーエリアを区切るついたての下を通り抜け、カウンターの後ろ側へカメラを向けました。カウンター奥の部屋への出入り口から人の上半身が投げ出されていました。感染は進んでおらず、ロシア軍の制服を身につけていました。身元確認のためカメラをズームさせると、瞳が動き続けしばしばハーディーを見つめていることに気がつきました。兵士の瞳以外の部分は動きませんでした。ハーディーに、その場を離れ奥の部屋へ向かうように指示しました。奥の部屋の貯蔵庫には、死体が山となって積まれています。衣類の一部が見えました。軍服と普段着が混じっています。
顔を識別できないように死体は積まれています。死体の山の頂上に感染者が腰掛けていました。いえ、その下半身は死体の山と融合しているようです。上半身を狂乱したように振り回していましたが、発作を起こしてヒクヒクと震えました。ぼんやりと静止した感染者から空気中へ、およそ10秒ほどもやが噴出しました。ハービーにその建物から離脱するよう指示します。その後、ハービーは井戸に通りがかりました。井戸の周りに寝ついた感染者たちが連なっています。顔は井戸を覗き込んでいました。感染者たちは手を伸ばし、次々に腕を融合させて鎖となってました。ただ一体がその輪から外れ、手は繋がれず横に垂らしています。ハービーは通り過ぎて、役場か村長宅と見られる廃墟に近づいていきました。その時、輪から外れた感染者が動き出し、ハービーを掴み上げました。ハービーからの映像にその感染者の顔が映ります。珍しく綺麗で、人間の形を完全に保っています。体は恐ろしくブクブクと膨らんではいましたが、顔を見るにもともとは、12歳ほどの少女であるようでした。顔をじっと近づけ見つめているので、腕の中のハービーは左右に激しくタイヤを動かします。突如、感染者の顔が膨らみ爆発しました。肉片が飛び散ります。ハービーは体内にしまわれます。ここで、映像は途切れます。ハービーはこの時点でロストしたものと考えられました。しかしオペレーターが皆電源を切るのを忘れていたため、5時間後にハービーが再び映像を送信していることに気づきました。ハービーは井戸の縁の上にあるようです。動かすことができません。ぬるぬるとした被膜が時折レンズの上を張って映像は見にくいものですが、被膜がない時には完全にクリアな映像が記録されています。ハービーは遠隔操作を受け付けません。映像がガクンガクンと前後に大きく揺れます。感染者やから感染者へと渡され、それぞれの顔を拡大したり縮小したりしています。映像は手動で切断されました。以降、ハービーと接続することはありませんでした。文書 SCP-610-L2 に続きます。SCP-610-L2 封じ込め区画のを囲む防御線を建設している機関に、感染死屋となった村人及び動物の襲撃があり、幾人かの D クラス職員が感染された。続いて、感染者の逃亡の意図及び D クラス職員の不注意の結果、多くの感染者が発生した。そのうちのほとんどの感染者は火炎放射器で処理した。しかし、少数の感染者は冷凍することで侵食速度を抑えつつ、保存することにした。これは、SCP-610 封じ込め区画に感染した D クラス職員を送り込み、ビデオ中継させて有効活用しようという計画が持ち上がったためである。SCP-610-L1 に明らかなように、備品の損失があまりにも多かったことを考慮して、今回は3人の D クラス職員を利用する。彼らには、一つの映像機器を持たせてサイト、C に送り込んだ。また、今回の派遣のために以下の品目を追加装備として支給する。1ガロンのガソリンを入れた容器1が、発煙筒3が、9mm 拳銃3が及びそれぞれに弾薬3セット。養殖3が、この感染された職員に対して、可能な限り感染者の村人に警戒し接触を避けるよう指示した。撮影を維持している限り、襲撃した村人や錯乱した村人を自由に殺傷することを許可した。また、できるだけ多くの感染した性質を持つ物体に対して攻撃を仕掛けるように命令した。これには SCP-610 根絶計画を練るために、SCP-610 感染者の共同体が緊急時にどのような反応を見せるかのデータを収集する意図があった。この調査の時点では、サイト、C が SCP-610 の感染源であるという可能性は疑われていた。他のサイトよりも、うごめく感染者が少なく、寝ついた感染者によるテラフォーミングの形跡も少なかったからである。送り込まれた職員、以降、DI1、DI2、DI3 と呼称する、には、SCP-610 の原点らしきものすべてに注意を払うように指示した。防衛線のキャンプからサイト、C への同定は何事もなく進んだ。それどころか、いかなる生命の痕跡にすら遭遇することがなかった。
サイト、Cに近づくにつれ、気温が上昇していくことが判明した。サイト、Cへ残り30メートルほどの地点で、DI1、DI2、DI3 は支給された重い対比や服を脱ぐ必要があった。サイト、Cの入り口でもって、気温は急激に上昇し熱中症対策のために上着さえも脱いでしまった。サイト、Cは高温多湿であり、気温はおよそ32度 C であった。サイト、Cの特徴としてすぐに気づかれたものに、立ち並ぶ、円錐、がある。円錐、は、サイト、Cの全周をぐるりと取り囲んでいると思われた。それぞれ5から6メーターの間隔を持って並び、2から4人の感染者が1所に融合することで構成されていた。いくつかの、円錐、には、顔面や肛門の穴に加え、不自然な穴が開いており、円錐、に開いた穴は熱風を放出していた。この熱がどこから発生しているかは不明である。SCP-610 が感染拡大のために行うテラフォーミングの新天気であると、現在考えられている。DI2、3人の中で最も感染が進んでおらず、数時間は余裕があった職員、が、円錐、の調査を初めて数分で発作を起こした。DI2 は地面に倒れ痙攣し続け、SCP-610 による傷跡の侵食が全て観察された。およそ45秒のち、DI2 は病的な褐色の肉塊になった。DI1 は DI2 を銃撃によって処分し、DI2 の装備はそこに放置することにした。しかし、SCP-610 の侵食は DI2 が死んだ後でさえも続き、うごめき続けていた。防衛線管制室が DI1 と DI2 に、この状況に対して新たな命令を下している時に、DI2 の死体が倒れている地面に変調が現れた。映像には、DI2 の死体の下の地面に割れ目が空き肉のようなものが伸び出し裂け広がって触手が DI2 を地下へ引きずり込んだ様子が、記録されていた。3秒間の早業であった。DI1 と DI3 は円錐の生む幸運の中で DI2 と同じ運命となるのを恐れ、素早く行動することを決定した。DI1 と DI3 は村の中心部に進み、管制室が以前より想定していた不可解な現象と遭遇した。村の中心部に位置する井戸の上に、SCP-610 の肉で作られた斜めの柱から球体が吊るされている。この球体の表面は人間の顔面に満ちている。感染の初期段階的な顔も末期段階的な顔も、同じ数だけあったように見えた。いくつか人間以外の顔面、例えば鹿や熊のものもこの肉塊にはあった。球形肉塊はおよそ5秒間隔で全身を脈動させ、その度に赤道から放射状の物質を噴出している。放射状の物質はリング状に広がって飛び、舞い落ち、テラフォーミングを受けた地面に吸収される。DI3 は支給されたガソリンを球形肉塊に撒き散らした。ビクビクしながら DI1 が質問すると、DI3 は燃やさなきゃダメなんだと答えた。急速に悪化していく事態を観察するため、この時点で管制室は新たな命令を下すことを止めた。発煙筒で球形肉塊に火をつけるまさにその瞬間まで、DI3 の行動に対してサイト、Cないで何の反応もなかった。が、炎が上がった瞬間に急激な反応があった。送信されてきた記録には、サイト、Cから遠くどこかから届く轟音があった。これはサイト、Cとサイト A の防御線管制室の両方で聞こえたと報告されていた。この轟音は爆発音とも、まるで高度に生成した爆弾が山向こうで爆発したような、とも、巨大な野生動物のうなり声、表現された。この轟音が消失して15秒以内に、サイト、Cのこの村内で爆発が連続したことが報告された。さらに5秒後、サイト、Cに位置する球形肉塊が爆発したことが報告された。DI1 と DI3 は爆風に吹き飛ばされた。DI3 の死亡が、足場を取り戻した DI1 によって報告された。DI3 は、石の散弾となった井戸によって死傷した。DI1 は自らの負傷と耳鳴りを無線機器で報告した。しかし、SCP-610 の急速な侵食の他は、爆風からいかなる傷も負っていないように見えた。そして、DI1 は取り落としたカメラを見つけ出した。カメラのアングルが悪かったため、次にサイト、Cで何が起こったかは正確には不明だ。しかし、D
TI-1 は村の中央に意識を引かれて戻り、数秒間村の中央を見つめていた。そして、TI-1 は急に中央から反対へと引っ張られ、カメラは地面に落ち青空を映した。映像記録の最後には、衝撃音に続いて同じ方向へと宙を舞う人間のようなものが映っていた。この出来事から31秒後、不可解な生き物がカメラの上に歩み寄ったのが映し出され、カメラは破壊された。防衛線管制室はこの事件の後、24時間あらゆる場所においての厳戒態勢を発令した。文書 SCP-610-L3 に続きます。SCP-610-L3 SCP-610-L2 でのサイト C 探査の試みの際急速な崩壊によってサイト A で一連の予期せぬ出来事が発生しました。サイト C の奇妙な球状物体が破壊され炎上すると同時に、サイト A に生息する SCP-610 感染体たちが発作を起こし痙攣しているところが無人航空機によって記録されました。移動不可能な感染体は急速に萎縮し、集落内の非生物に広げていた肉体と共に死に絶えました。足のある移動可能な感染体はすべて、かつて上流階級の住居だったと思われる場所へ向かい建物に入っていきました。感染体が住居に入ると、基礎の崩壊に苦しめられ、その下に陥没口が存在することが明らかになりました。穴の大きさは、その上部の構造物に対して、建物全体を崩壊させるのは不可能で、穴の内部の何らかの存在が建造物に内側に引き込むよう直接力を及ぼし、穴を露出させようとしていることが示唆されました。露出した穴はおおよそ、大の大人が3人肩を並べて立つのに十分な大きさがあります。遠隔操作によりドローンから放った光源はそこまで到達せず4メートル以上の深さがあります。穴へ向けて物体を投下したところ、そこに落下した音から1000メートルより下方だと見積もられます。サイト A の穴と外縁部の調査は2時間だけ可能でした。サイト A の大気の標本から SCP-610 に関係する全ての存在の死滅が判明しました。全ての伝染性の生物は穴の中で死なず地上で急速に死に萎縮した抜け殻になりました。サイト A の有人探査が許可され即座に実行されました。30分の間に、2、3名の研究スタッフと4、5名の武装した護衛隊員で構成される計3つの研究チームが出発し、集落の廃墟内に基地を設置しました。死んだ SCP-610 の標本や変異した物質が境界線の本部に送られました。チームの一つはまだ生きている SCP-610 の小さな体組織標本を建物から回収することができ、研究のため梱包しました。サイト A の爆発から1時間のうちに、穴とその分岐した横穴の正確な構造を得るため、音波反響探知装置が穴の周囲に設置されました。1時間以内に音波装置を起動できるようになる前に、サイト A で地震活動が発生しました。はじめの3つのチームのうち2つはサイト内に残り、1チームは標本を持って境界線の本部への帰途に着きました。このチームは地震活動が始まった際に帰還するよう指示を受け、サイト A へ戻らないよう伝えられました。サイト A での地震活動は徐々に弱まるまでにリヒター、マグニチュード 2.3 を記録しました。この地震の発生中に突如 SCP-610 の胞子の本流が穴から噴出し周囲50メートルを覆いました。サイト内の全職員が A クラス災害環境防護服を着用していたため、胞子の噴出に驚かされたが感染には至りませんでした。噴出が報告された際、サイト内の両チームともに SCP-610 に感染した空気中の生物に攻撃されました。これらの生物は遠隔操作ドローンの撮影で捕捉され、急激な感染症状の進行を示しましたが、どのような生物から現在の状態に変異したのかは説明不可能です。空気遊の生物の多くは頭部の半分を開き研究者たちに噛みついて攻撃し、空気遊に引き上げ穴に放り込みました。これらの感染体は消火器や自動小銃の銃撃に弱いことが判明しています。これらに対処したため、2名の研究職員が穴の中に消え1名が混乱の最中に負傷しました。
負傷した職員は防護服の破損により感染の兆候を示したため即座に処分しました。サイト内に残ったチームとの映像と無線の連絡がロストする前に、マグニチュード1、1.5 程度の第2の地震活動が発生しました。攻撃の第2波に備え、穴に注意が向けられました。2度目の噴出は地震活動が大きくなる際に発生しました。マグニチュード3、3.5 を記録した瞬間、未知の SCP-610 の個体が穴から出現しました。この生物を捉えた唯一のフィルムには、胴体の確認できない、通常の12倍近い大きさの充血した人間の頭部が穴から身を乗り出しているところが映されています。2秒間で地震がマグニチュード7に増大し、不意に収まると、映像と無線はロストしました。その後のサイト、A の穴とその周辺の空気遊監視からは、それ以上いかなる活動と研究チームの痕跡も発見できませんでした。全職員とその装備は消失したと考えられます。文書 SCP-610-L4 に続きます。SCP-610-L4 SCP-610 の発見、研究そして制御に関わる出来事はフェイルセーフ措置が考えられる状態まで急速に後退しました。SCP-610-L3 で発生したサイト、A での地震事件の際の研究チームの消失とその後のそれまで未確認だった SCP-610 の携帯との接触から1時間以上進展がありませんでした。サイト、A の活動が見られないため、遠隔操作ドローンの2度の発信が許可されました。はじめにサイト、A の陥没口周辺に遠隔中継装置を投下し、次にドローン本体を直接穴に降下させ、はじめの中継装置を用いて本部にデータを伝送することになりました。サイト内のドローンは4時間分の放電が可能なバッテリーを持ち、太陽電池で稼働します。以下の付属文書は回収されたサイト、A の陥没穴でドローンがロストするまでの映像記録です。映像配信装置が起動。研究者たちの顔がカメラに映る。布でレンズを磨いてる模様。この探査ドローン RSCP-610-1 はオンラインになる。システムをチェックする。映像を確認した。中継基地への配信は良好だ。今ローターをテストしている。これが成功すれば配備される。空気遊の映像配信が始まるとヘリコプターのブレードの回転音が聞こえ始める。カメラがパン機能をテストするため左右にテルトし、それからサイト、A の陥没口へ向く。映像配信よし、エンジンよし、接続はグリーンだ。よし、ドローンを降下しろ。カメラアングルが下を向き、陥没口内を凝視すると外部の音が消える。降下からおよそ2分後、ドローンの照明が起動し無造作に掘られた穴を照らす。当初は穴が何によって作られたか不明だったが、よく見ると穴は時間をかけて掘られたものではなく一度の出来事で作られたもののようだ。15メートルまで降下したところ、SCP-610 の物体の痕跡が岩盤にこびりつき、引っかかっていた。この物体は休眠状態にあるが、急速に萎縮し乾燥した地表での標本と異なり体組織と外見を保っている。SCP-610-L3 の最後に記録された事件と関係する可能性がある。100メートルまで降下したところ、壁面に枝分かれした横穴を確認。カメラをパンし小さな横穴が無作為な感覚で枝分かれし、これは壁の一部分に限ったことでない。横穴は有効な調査ができないほど小さい。壁面の SCP-610 の物体の密度は深くなるほど増すことに注意。250メートルまで降下したところで、穴の底が見え始め、穴の斜面が鋭いことから、以前から疑われていたように自然物でないことが示唆される。ドローンの映像はこの穴を照らすように向き直り、前進。SCP-610 が穴全体を覆い、ドローンが表面に触れないように注意が払われ続ける。5メートル進んだところで動きを発見。ドローンの照明が暗くなり、武装が用意される。ドローンプスクプ610は 5.56mm 機関銃と50発の実弾を装備しています。これは野生動物をドローンから引き離すため、及びターゲットを破壊するというよりは可能ならば攻撃に対する防衛に使用されるものでしたが、人間の攻撃者の小集団ならば対処するには十分な性能があります。
カメラは3メートル前方の動く肉塊に焦点を合わせる。焦点が合うと動きは感染していない鹿のような物体が SCP-610 の肉塊で構成された鶴状のものに拘束されのたうっているものと判明。鹿は意図は不明ながら中に釣り上げられている。ドローンは囚われた鹿を視界に収めたまま安全に通過。通過は妨害されず、鹿とドローンに何ら異常なし。ドローンが5メートル、鹿を発見したところから39メートル進んだところで、それまで平らだった穴の表面のあちこちに大きなコブが見える。接近し、これらのコブはサイト、C の崩壊の後サイト、A の陥没穴に逃げ込んだ感染した村人と類似していることが判明。ここで水の流れる音が検知されドローンは前進。さらに100メートル進み、水の流れる音は聞こえなくなる。ドローンの照明により、周辺の隣接する川の一つが流れ込んでいるとわかる。標本瓶で水を採取することが許可され、その後追跡用ビーコンと共に放流。後の標本の回収により、地表の水は SCP-610 に汚染されていないことが判明しました。ここで穴は二つに分岐。一つは川へと続き加工している模様で、もう一方は上方へ向かい、天井に光源。ドローンの回収を容易にするため、二つ目を選択。ドローンの飛行経路を調整する際に SCP-610 で覆われた壁面の一部と接触しプロペラで深い切な層を与えるが、接触面をカメラで観察するとすでに治癒していた。ドローンは上昇。約45は ×300 メートルまで上昇し、ドローンは山の強風地帯に出現。カメラをパンさせ、放棄されてから年月の経過したハイソンにいると判明。正確な所在地は不明だがドローンの推定移動距離からサイト、B 付近と判断。ここの建造物は SCP-610 で覆われたサイト、A、C のものと異なり、SCP-610 の死んだ組織で覆われ、対組織そのもので構成されている模様。サイト、B の大まかな探査の後、自然の生命も SCP-610 によるものも存在しないと判断し、また空気流回収が不可能なほどの強風のためドローンを穴へ引き返させる。穴を降下すると録音機が深いうなり声で充満し、何かが信号を遮ったため映像が荒れる。ドローンとの通信がクリアになるまでの間、カメラと武装は下を向き、プロペラ回転速度が低下し急速に落下。映像配信が途切れる最後の2分間、終始クリアだった。下方からドローンへ向かってきたのは12倍に拡大した、SCP-610 で構成されていることを除き特徴のない巨大な人間の顔の模様。眼下はあるが目はなく、口はあるが歯がない。ドローンは迫ってくる SCP-610 の塊に発砲したが、銃弾は抑止にならず、命中箇所は数秒で元に戻る。穴の内部には回避行動を取る空間がなく、肉塊に飲み込まれる。アスクプ610は3時間のちに不可解な送信を行った後にロストしたと考えられます。ドローンからの映像配信はドローンの2つの照明のうち1つで照らし出す構造物を示している模様。中継装置や本部からの命令もなくカメラがパンし、周辺をうごめく膨大な数の存在を捉える。SCP-610 の個体がレンズに近づき、ドローンと映像配信は永久に途絶。有人探査が承認されました。結果は文書 SCP-610-L5 に記録されています。SCP-610-L5 中央本部により、SCP-610 の感染拡大の確認のため、サイト、A 地下のホラー穴内の有人武装遠征が許可されました。サイト、A 及び C の破壊により、SCP-610 の収容及び破壊が可能であることが立証され、その感染源が最優先事項となりました。最初のホラー穴への降下は2つの研究チームと作戦のための地下拠点を設営するのに十分な装備の3つの突入チームの5つのチームによって構成されました。ホラー穴の降下はプーリー駆動装置とリフトによってなされました。周辺の SCP-610 を消毒するために火炎放射器で武装した突入チームが先行しました。すべてのチームが問題なく降下でき、火炎放射器によりドローン RSCP-610 が以前ロストした水源への移動は妨害なく進行しました。
三砂路、水が満たされているなら十字路となる場所で、SCP-610 地下基地設営作戦が行われました。第一の道はサイト、A から洞窟本部をつなぐルートです。第二波山間部のハイソンカラースクプ、610が未知の巨大 SCP-610 個体に破壊された地点までのルートです。第三のルートは西へ向かい、未知の深さまで水で満たされているものです。このホラー穴は十分に大きく、風化した SCP-610 に覆われた岩層で支えられています。この物質の状態は非常に長い年月と、構造的な指示が強化されているようであることを示唆しています。これが意図的なものなのか偶然の産物かは不明です。二つの研究チームは洞窟本部を設営する役割と様々な状態の SCP-610 の標本を収集する役割を分担しました。感染性のある物体はこのエリアでは発見されず、無人ドローンが記録した生物も見当たりませんでした。四つのチームのうち三つが、未探査のルートへ降りていように命令され、その間空地有偵察ドローンが縦穴の偵察予備となりました。SCP-610 の感染は第3ルートを 3km 降りるまで見られず、16km 降りるまで深刻な感染も見られませんでした。突入チームが侵入した距離まで、SCP-610 に感染した生命体と遭遇せず、壁面を覆う肉塊もチームに対し脅威を示しませんでした。この時点で最も特筆すべき報告は、肉壁が厚みを増していたことで、SCP-610 の発生源と、水が全く汚染されていないということを示唆します。試験の際、SCP-610 の標本は壁面から切り取られ水に浸しましたが、異常な反応は示さず、すぐに水に流されました。20km 降りたところで、突入チームの指揮官が移動用バギーを要求しました。地上の本部に使用可能なものがありましたが、ホラーな本部に移動するには時間がかかり、遠隔操縦で移動させました。突入チームに与えられた食料は十分であったため、バギーを移動し準備するまでの間に野営が設けられました。この間、空地誘ドローンも縦穴の探査に加わっていました。この探査の結果はバギーがホラーな本部に到着すると交代し、文書、データ削除、に最終的な結論が記されています。バギーが突入チームの野営地へ何事もなく誘導されましたが、到着し探査を続行する準備の際、前方から現れた数体の大型の SCP-610 感染体から攻撃を受けました。突入チームのカメラ映像記録には SCP-610 が音を立てず発見できなかったために、チームが笛を突かれた様子が映されています。フィルムには、SCP-610 で構成された壁面から12秒のうちに、そう多くない数の個体が出現し、独立して動くため壁からへがれる様子が映っています。この攻撃からバギーを守ろうとし、名の隊員が水流に飲まれ連絡が取れなくなりました。ただし連絡は復旧し、SCP-610-L6 に記録されています。突入チームの生存者は現在3名と考えられ、武装は1丁の火炎放射器のみです。感染体の撃退のために標準的な火器を使用してもわずかなダメージしか与えられないことが判明しました。これらの感染体は周辺地域の基地の生物と関連付けられる特徴はほとんどなく、SCP-610 が防衛形態として自ら生み出したのだろうと考えられます。襲撃から生存者が感染体を何とか排除するまでそれ以上の犠牲者はなく、探査続行に加えてロスとした隊員を探すように命令を受けました。さらに 20km 進んだところ、川が横穴から分かれており、水中を安全に誘導することができないためチームは回収命令を放棄するよう指示されました。突入チームが攻撃を生き延びてから総計、時間が経過したところで、横穴の終点に到達しました。エリアの外縁はサイト、B に達し、チームは再び、以前より大型の SCP-610 感染体、より少数の集団から攻撃を受けました。チームの到着を待ち構えるかのようにこれらは横穴に横たわっていました。感染体は火炎放射器の使用で撃退しましたが、ここで燃料を消費しました。チームは今や標準火器と短射程の個人携行火炎放射器のみに制限されています。5分間の猶予のうちにチームはサイト、B に進むことができ、SCP-610 感染体によるさらなる攻撃へ警戒しました。横穴は時代の特定できない、
かつて集落だったような場所へ開けていました。この場所の建造物はサイト A、サイト C と比較資源史的なもので、明らかに人間の手によるものです。建物の多くは傾斜し、崩落により不安定であると考えられます。興味深いのは稼働している時計塔の付属する教会のような建物が存在することです。この建物は完全に埋没した二つの建造物の上に建てられており、地盤は安定しているように見えます。これらすべての建造物の周囲は窪地であり、生きた SCP-610 の物体に似た液状のもので満たされています。この、プールは不可視の力で操られるように刻一刻と動き、感知できない風になびくように、視認できない接点から外部へ向かってさざ波を立てています。チームは常時このプールを避け、境界を目的地とし、可能な限り安定した地盤を選び廃墟をゆっくりと進みました。境界には通常あるはずのベンチがありましたが、境界の広さから12ほど収容できるところ、たったの4つしかなく、うち1つは潰れていました。3つの完全なベンチは説教団に向かって2対1に配置されていました。表面に埃の痕跡がなく、場所と考えられる都市月に対して、周囲は完全に綺麗な状態なようです。教団の裏側の床に穴が開いており、建物の下部の SCP-610 の、プール、が露出していました。教会と廃墟は無人のようで、綿密な教会の調査も時計塔が鐘を鳴らすまで何事もありませんでした。この鐘は教会内では天井から人間の悲鳴が聞こえるようで、身震いを引き起こしました。天井を照らし出す光が、6つの木製の窓片巻きを吊るす巨大な SCP-610 をあらわにしました。それぞれの輪には首からつま先までくまなく SCP-610 に覆われた人間が繋がれていましたが、頭部だけは露出し感染していないようでした。囚われた人間たちは鐘が鳴る間叫び続け、輪が地上に降りてきました。チームが輪のうち一つに調べようと接近したところ、正体不明の生物が外で叫ぶのが聞こえたため、近くの教団の陰に身を隠しました。光源は消え、周囲は闇となりました。暗視装置は隊員の位置がバレるのを防ぐため切りました。鳴き声は教会の外から放たれ続けましたが、近づくほどに囚われた人間の狂乱した悲鳴より小さくなりました。囚われた人間が何度も助けを求め叫んだため、少なくとも一人がチームに気づいています。教会の入り口で、扉のそばにある食台に火が灯り、続いて反対側の食台にも火が明かりました。小さな松明を持って食台の間を行き来し火を灯し、入り口を照らす影が見えます。炎は SCP-610 に覆われた縄に燃え移ると、入り口にあるシャンデリアの一つへすぐに燃え移りました。これにより内部のほとんどが照らし出されましたが、チームの隠れている場所は照らし出されません。照らし出された囚人たちは SCP-610 感染の標準的な兆候である肉色ではなく、変種の赤色で常時波打っています。教会の外側から SCP-610 感染体のおびただしい数の群れが引きずるように殺到し、食材を灯したものを無視し室内の中央に集まりました。感染体たちは木製の輪の囚人の方へ進み出ると赤い SCP-610 の肉塊から引っ張り出すと、彼はさらに激しく泣き叫びました。映像からは赤い SCP-610 は囚人と接続し生命維持として機能し、さらに通常の SCP-610 感染体を培養する機能があるようです。とりわけ熱狂的な感染体が激しく赤い肉塊を引き裂き、囚人の皮膚と体組織が引き剥がされました。外気にさらされた箇所はすぐに赤い肉塊に覆われ元のサイズに戻りました。このように捕食が6分間ほど続くと、食台がゴングを鳴らす影を映し出し、すべての感染体はベンチに向かいました。席よりも多くの感染体がいましたが、最前列より前に出る者はいません。ゴングを鳴らす影はその場を動かず、粘土のように自ら崩れました。教団の付近からは、SCP-610 の肉塊の柱が広間に広がり、集まった感染体に向かって伸びている様子が確認できます。肉柱が移動を止めると、一切の物音も、動きも認められなくなりました。この沈黙は10分間続き、囚人が音を立てることすらなく、どこに行ったのか沈黙を保っています。SCP-610
610の柱は何の前触れもなく発生した場所に引き下がっていき、感染体に境界から出るよう促しているようです。燭台は燃え続けており、チームは最後に感染体たちが去っていく様子を認めました。降ろされた囚人は床に残され、叫び声はもはや全く聞こえませんが、重い息遣いと動きから、未だ生きている様子です。境界を後にすると3名の映像配信は異常をきたしました。カメラ1は完全に送信できなくなり、カメラ2拍うち有数メートルに引き上げられ、カメラ3はカメラ2を装備した隊員が地面から現れた触手のようなものに絡みつかれ、画面外の廃墟の奥に投げ飛ばされる映像を捉えました。カメラ1の送信は復旧し、カメラ3を装備した隊員がすぐに見失った隊員の方へ駆け出すが、建物から SCP-610 が溢れ出してきたため引き返す様子を映しました。残った2名の隊員と殺到してくる感染体との戦闘が始まり、自動小銃と蛍光火炎放射器を使用し群れを退化せ、バギーの方へ逃走することに成功しました。建物のうち一つを横切るとき、カメラ1の隊員は待ち伏せを受けます。感染体は境界で燭台を灯した影と似ており、大きな刈り取り釜を振り回しています。カメラ3の隊員は休む間もなくバギーへ向かいますが、半分ほど SCP-610 の肉塊に覆われているバギーを発見します。他の逃げ道を探すうちに、同じく釜を持った感染体が接近することに気づきます。感染体が釜を振りかざします。2発発砲したところで映像が途切れます。5時間後、SCP-610 をどのように収容ないし根絶するかの最終決定議論が進行中でしたが、地下河川に落下しロストした隊員からの映像配信を遅延受信しました。これは SCP-610-L6 に記録されています。